うも皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。本日もデッドバイデイライトプレイしていきますよ。はい、というわけでね、今日もメグちゃんメグタスでプレイしていきます。マップはコールドウィンドファームですね。さあ今日のねお友達はどちら様かな。まだね音の気配がしないので誰なのかよくわからない。とりあえずねゴミ箱、あ違う、宝箱を漁っておきましょう。なんかいいもんが出るといいな。おお、これはレアな、なんだったっけ、非常用医療キットですね。とにかく治療速度が劇的に速くなるというね、なかなかこう優秀なアイテムです。さて、今日のお客様は誰かな？誰だろう？全然気配がしないから、ピックか。レイスだ、レイスも音するもんね。ヒュワーとか。全然しないね。マイケル先輩かもしれない。あとトラッパー？あ、なんか一瞬ちょっと見えた。あ、わかんなかったな。生存者か味方なのかキラーなのかちょっと判別できませんでしたね。はい、というわけでね、今日も一本映画をレビューしたいと思います。今日レビューする映画は、ザ・リング・リバース。言わずと知れたジャパニーズホラーの代表作リングをハリウッドが、これリメイクじゃなくてどちらかといえばねリブートした作品なんですよ。もちろんあの貞子も出てきて大暴れしてくれます。あ、ちょっとねこの映画ではハリウッド版では貞子って名前じゃないんですけどね、なんでも原作者の鈴木浩二さんは今までで一番原作に近い作品と絶賛しているようなんですけど、まあね、キャッチコピーというか宣伝、映画会社の宣伝ですからね、そりゃ褒めるよね。で、どんな内容かというと、見た者は7日後に必ず死ぬと言われる呪いのビデオテープね、もう皆さんご存知ですよね。主人公はね、ジュリアという若い女性。彼女は恋人ホルトの身代わりとなって呪いのビデオを見てしまうんですね。まあそうなると呪われて7日後に死んじゃうわけなんだけど、それを回避する方法はただ一つ。これもね、もう皆さんご存知ですよね。あの、ビデオのコピーを取って他人に見せれば呪いをその人に押し付けることができるというわけね。デッドバイデイライトでいうタゲが映ったってやつですね。だけどね、ジュリアのビデオテープはなぜかコピーができないんですよ。さらに今までにはなかった新しい映像が追加されてんのね。まあ、ジュリアとホルトたちは呪いの解除方法を求めてビデオのルーツに迫っていくみたいなね。まあ、そんなストーリーなんですよ。はい、というわけでね、映画の内容は今説明した通りなんですけど、あ、ところで今日のね、お友達は、あれ珍しいよね。ハグさんでしたね。ハグさん70歳。職業おばあちゃん。まあこのおばあちゃんはね、地面に魔法陣、あーこれね、こんな感じ。地面に魔法陣を書いて、それを踏んでしまうとこのようにね、姿を現して一気にそこへワープしてくるんですね。ただ、ワープはしてきてないみたいね。あー、そこにいる。本体はそこにいる。このね、魔法陣はどこに書いてあるのかちょっとよく見えない。危ない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 。さあ今のうちに、うわあ、これは来るか。ナイスレスキュー。さあ向こうの方に、とにかくね、魔法陣を踏んでしまうとハグさんはそこにね一気にワープしてくることができるんですよ。だから例えばこういう発電機とか、あとトーテムとかね、あと先ほどのみたいにフックに釣った生存者の周りに魔法陣を仕込んでおくわけですね。だけどその魔法陣はしゃがみ歩きをすればね、しゃがみ歩きで踏んづければ作動しないんですよ。だからね、ハグさんに対しては今日つけてきているパーク、都会の逃走術がすごく生きるんですよね。そして今回もいつものように発電機にはルインの呪いがかけられております。このおなじみのルインは確かハグさんの固有パークでしたよね。さああそこにね肉フック釣られているので、さあ勇気を持ってちょっとねしゃがんで、前もってしゃがんで魔法陣踏んでしまうと一気にワープしてきちゃうから、しゃがみ歩きなら作動しない。
ナイス、ルイン破壊。向こうに行ってると思うの。いい、しゃがんでよ。すぐしゃがまなきゃダメよ。しゃがむ、ダメだ、つば。釣られた方も、救助されたらすぐにね、しゃがまないとあのように発動してしまうんですよ。さあ、ちょっと治療しときま、来るかな。いや、来るね、来るね。あ、来た来た来た。ごめん。いや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 。逃げるべきでした。それでね、映画、ザ・リング・リバースなんですけど、この映画ね、意外にも、ホラーよりも、ミステリー色が強いんですよね。まあ、今までは、こう、なんていうかな、7日後に死ぬっていうタイムリミットが迫り来る恐怖や、こう、テレビからね、ブラウン管から這い出てくる、貞子のビジュアル的恐怖がメインとなっていたんだけど、この映画ではむしろ、ビデオテープのルーツを、丹念に、追っているんですよね。で、ちゃんと結構なんていうかな、そこにはミステリー要素、謎解き要素がふんだんに盛り込まれてるのね。このミステリーの部分がなかなかよくできていたと思いました。だけど終盤は一転して雰囲気が変わるんですよね。もうね、終盤はこれはね、ぶっちゃけリングじゃない、あの映画ですよ。完全にね、ドントブリーズ知ってます皆さん。これはね、ネタバレになってしまうので、どういうことなのかということは明かせないけど、とにかくこの映画がリングであることをね、忘れてしまいそうな終盤なんですよ。なんていうかね、思わぬ展開というよりは、むしろ斜め上かな。あー、そこでね、やられちゃいましたね。ダウン取られた。なんとかレスキューしたい。どこの肉フックに釣られるのかな。でもそこに発電機あるから、発電機を破壊しに来るから見つかっちゃうかな。すぐそこ、いや見つかるか。おお、なんだよなんだよなんだよ、なになになに。あー、魔法陣を書くんですね。あ、今地面に魔法陣書いてますね。だからしゃがみ歩きで接近しなければ。さあクロちゃん、しゃがんでよ。しゃがまないとワープしてきちゃうよ。しゃがんでお願い。だからしゃがめって、皆さん知らないのかな、しゃがまなきゃダメだよ。よし、これ直しちゃいましょう。あれはね、レスキューされた方も魔法陣を目の前で書かれたら、もうしゃがんだままで、すぐにしゃがまないと、ああいう風にね、ワープしてきちゃうんで。ただそのこと皆さんね、ご存じない方多いんですよね。で、またね、リングの話に戻るんですけど、この映画ね、まあミステリー、ホラー、サスペンス、スリラーと、いろんな映画が組み合わさったような感じね。リング特有の、迫り来るタイムリミットの恐怖はあんまり感じられなかったかな。こう、ビジュアルなどは、さすがハリウッドだけにお金がかかっていて、特に貞子が液晶テレビ画面から這い出てくるシーンはね、なかなか楽しいですね。とか、なんとか言ってるうちにね、発電機は残り、あと1台、あと1台、発電機を修理完了させれば脱出ゲートを開くことができます。さあとか言ってる間にね、もう一人また釣られちゃった。彼もね、慈愛の心を持ってレスキューすべし。さあ行こうかね。息を殺してね、息を潜めてこうやって近づき、いるかな。多分あそこら辺張ってると思うんだよね。もうノーエスケープは持っているかな。さあここら辺からしゃがんで接近するよ。いい、しゃがんでよ、しゃがんでちょうだいね、よろしく。そうそうそう、しゃがんでしゃがんで、来るよ、戻ってくるよ、絶対戻ってくる。もう走った方がいい。クロちゃん大丈夫そこで。ああ、来た来た来た、戻ってきた。脱出ゲートはまだ開いていない。クロちゃんは狙われていないね。あの脱出ゲート開きたいな。クロちゃんのそうか、この高級医療治療緊急用医療セットキットで直しますよ。早いねやっぱ。さあ大丈夫、クロちゃん行くの大丈夫か。そう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 、魔法陣が描かれてる可能性がある。そっち大丈夫か。いや今、ああそっちでチェイスしている。あー、これ巻き添え食らっちゃうな。多分ここ来るでしょう。さあ逃げろ逃げろ、クロちゃん急いで。ああ、やられたか。また多分あそこに釣られる、さっきのところに釣られるね。
クロちゃん急いで開くか間に合うか。オッケーオッケー、ナイスナイスナイスオープン。さあクロちゃんにおばあちゃんを引きつけておいてもらって、その隙をついて僕がレスキューに行きましょう。いや追っかけないね、やっぱりもうキャンプかな。あー魔法陣を描いている。いやもう絶対殺すマンだろうね、離れる理由がないから。もうこうなるとキャンプもしょうがないよね。もうあのおばあちゃんにはやることないもんね、離れる理由ないから。こっから離れる理由ないもんね。お見つかっちゃったか。 OK、 さあこれで倒して進路を塞ぐ。あーでもここレスキューレスキュー。 OK、 ナイス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 レスキュー。やばいやばいやばい。おーあ、クロちゃん竹になっちゃったかね、ごめん。その間に行かせてもらいます。大丈夫だよねクロちゃん。さあちょっとだけ治療して OK OK。 やべ、おいおいちょちょちょ、おいおいおい、あぶねあぶね。いやちょもうちょっと遅れてたら担がれてたよね。いやいやちょっと目測を誤ってしまいました。はい、というわけでね、なんとか脱出することができました。いや、なかなかね、白熱したグッドゲームだったと思いますよ。まあ、だけどね、キラーがハグってほんとレアね。めったに当たらないもん、ハグって。僕のこの200本近い動画の中でも、ハグが一番少ないんじゃないかなと思います。はい。というわけでね、いつものように、映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまでなら出せるかということで評価したいと思います。映画ザ・リング・リバース、評価額はズバリ700円かな。切削です。まあね、このミステリーとかスリラーの部分もね、まあなかなかよくできていると思うんですが、でもリングの醍醐味ってやっぱり恐怖だと思うんですよ。根源的な、人間の根源的な恐怖だと思うんですけど、怖くないんだよね。面白いけどそんなに怖くないっていうかね。もうリングって国内外、まあリメイクとかリブートされて、もう多分8作か9作ぐらい作られているんですけど、あんまり、まあ、初期の日本のジャパニーズホラーのリングは確かによくできていて怖かったと思うんですけど、やっぱりその後のね、ハリウッド版とか、まあ、日本版もそうなんだけど、なんていうかこう、貞子がどちらかというともうコメディキャラに近くなっちゃって、あんまり怖くなくなっちゃいましたよね。まあそれはね、フレディとかジェイソンもそうなんですけどね。それにオリジナルはもう20年以上も前の作品ですよね。当時はまだ VHS ビデオだったし、テレビはブラウン管でしたよ。だけど今はスマートフォンじゃないですか。こう時代が貞子に馴染まなくなってるような気がしました。やっぱり貞子はブラウン管だよな。こう液晶モニターとかスマホでは今一つ迫力に欠けるような気がしましたね。はい、というわけで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、Have a nice day! バイバイ。もしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック。 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。